元素記号は TC。マンガン属元素の一つで、繊維元素である。天然のテクネチウムは、地球上では、非常に稀な元素で、ウラン鉱などに含まれるウラン238の自発核分裂により生じるが、生成量は少ない。そのため、鉱術のように自然界からはなかなか発見できず、人工的に合成することで作られた。 すなわち発見が自然界に由来しない最初の元素かつ最初の人工放射性元素となった。安定同位体が存在せず、すべての同位体が放射性である。最も半減期の長いテクネチウムはテクネチウム98でおよそ420万年である。1947年にテクネチウムと命名された。パレルモ大学では、 パレルモのラテン名にちなむパノルミウムという名を提案していた。周期表中でモリブデンとルテニウムの中間に空欄があったことから19世紀から20世紀初頭にかけて多くの研究者がこの43番元素を発見するのに熱中した。この43番元素は他の未発見元素と比べると簡単に発見できるだろうと思われていたが、 1936年にサイクロトロンで合成されるまで得られなかった。白金に似た外観を持つ銀白色の放射性の金属で、比重は11.5、融点は摂氏2172度。沸点は摂氏4000度以上。安定な結晶構造は六方小型。363ナノメートル、403ナノメートル、410ナノメートル。 426ナノメートル、430ナノメートル、485ナノメートルの特有スペクトルを持つ。わずかに磁性を持っており11.3系以下にすると強磁性を示す。化学的性質はレニウムに類似する。フッ化水素酸、塩酸には不要で、酸化力のある硝酸、濃硫酸、黄水には溶ける。単体は湿った空気でゆっくりと曇る。 粉状のテクネチウムは酸素中で炎を出して燃える。プラス2、プラス4、プラス5、プラス6、プラス7の酸化数を取る。酸化物には酸化テクネチウム TCO2 や酸化テクネチウム TCO7 がある。酸化条件下ではカテクネチウム酸 t c o 4が見られる。テクネチウムは 現在、いくつかの構成のスペクトル線からも、天然での存在が確認されている。地球上では、ウランコー中に微量が、自発核分裂性生物として見出される。医療用に使用される、同位体は放射性廃棄物中から単理している、方法と、中性子を照射されたモリブデンの同位体から得る、方法がある。テクネチウムは、比較的軽い元素でありながら、 安定同位体が存在せず、標準原子量が定められない。これは、テクネチウムが置かれた位置による偶然の結果である。中性子数 55-98tc が最も超寿命な各種だが、これも放射性同位体である。一般に、原子核は、陽子と中性子の数が共に偶数だと安定し、共に奇数だと不安定となる。さらに、 陽子数と中性子数の間には最も安定する比があり、β 安定線と呼ばれるが、テクネチウムの場合、β 安定線に一致する 98TC は、陽子数43と中性子数55で、奇数と奇数の不安定各種であった。もっともこれは、原子番号が、奇数の元素に、共通の現象であり、多くはその次に安定な各種が、安定同位体となっている。 ただし、次に安定な各種は、自動的に、質量数が、奇数の各種となるため、奇数の、同じ質量数を持つ各種のうちで、安定各種は一つしか存在できない制約を受ける、こととなった。中性指数54の 97tc は 97, もうに、同じく56の 99tc は 99,ru に安定性で劣り、不安定各種となってしまった。 中性指数がさらに多い、または少ない各種は、そもそも安定性の土俵に乗れず、結果として、テクネチウム以外の元素は安定同位体を得たが、テクネチウムだけが安定同位体を得られなかった。かくしてテクネチウムは安定同位体の存在しない放射性元素となった。ベータ線を放出せず適量のガンマ線のみを放つ99メートル TC の 特性を活かし、核医学という医療の一分野を支える重要な元素で、骨、腎臓、肺、甲状腺、肝臓、脾臓など身体各部に対するシンチグラムに用いる。利用例としては、血流測定剤、骨イメージング剤、主要診断剤の放射線診断薬など、テクネチウムを含む物質を放射性医薬品として、 投与した場合の体内動態などは十分解明されている上、検査目的に応じた多種の注射剤が供給されている。テクネチウム製剤は投与後24時間で、投与量の30%が尿流に排泄されるが、各種としての物理半減期が6時間程度であるので、実行半減期はもっと短い。平成27年度調査における診断参考レベルでは、 検査目的により異なるが、おおむね300から 1200mBQ である。日本ではテクネチウムを含む薬剤を用いた緊急検査も行えるほどの利用ノウハウが蓄積されているが、国産化されておらず、カナダを中心に全量を輸入しているを、モリーブデン酸ナトリウムなどの形で輸入し、改変によって生じた9 9ル t c を抽出して利用する。 これらを製造している原子炉は現在世界でカナダオランダ南アフリカフランスベルギーの各国にある5機の実験用小型原子炉のみであるが 235U の核分裂による生成物として99もを得る関係上90%以上の濃縮度の 235U を用いることから核拡散の懸念があることに加えいずれの生産路も老朽化による故障 緊急停止などがたびたび生じている状況にある。また99メートル TC ほどでないにせよ99、もうであっても、半減期が短く長期在庫を得ることができないため、こうした生産路の稼働停止が生ずると、直ちにテクネチウム製剤の供給に問題が生ずることとなり、日本国内の病院等で、新チグラフィー検査ができなくなる事態が発生している。 ありがとうございます。